加藤武人からエントリー、キックは相手に加藤、この位置からロングツー決まります。大山コートヘッドコーチもこのゲームではやはり福島のインサイドを警戒しなければならないと話をしていました。さあスキップパス、コーナー3、山本きた、山本2本目、視野からこれはスティールになりました。一応のスティール、早い展開、これが熊本のバスケットだ。11番の駒澤と、ここはどうだ、パスを回すブッドベリー、ロングツー決めてきました。残りは6秒です。4秒、3秒、2秒、駒澤、最後はホワイトを選択、ダンクシュート、合わせていきました。加藤、加藤のアタックだ、決まりました。第3クォーター最初に点を取りました加藤武人です。土屋大輝は今日のゲーム最初の得点、長島のレイアップ、ブロックショット、山内だ、土屋、エチェニケ、トレーラー、きた、バスケットカウントエンドワン、エチェニケだ、土屋大輝走っている、山内のスリーはどうだ、きた、出身の山内翼のスリーポイント、イングスリーどうでしょう、落ちます、リバウンドは一応がショーン、飛び込んできた、ファールはない、駒澤、福島奪った、そして加藤のシュート、落ちます、テレンスキング決めた、ウッドベリーが来た、来ました、テレンスウッドベリー、クリーンキック、そしてワイドオープン、本村のスリーだ、来た、キャプテンの1本が決まりました。上里、山本、翔太、そして中にテレンス・ウッドベリー、福島の得点が止まっている、ここで差を広げられるか、駒澤、マクリーンへの合わせだ、来た、ウッドベリーに、あーそこは加藤奪った、しかしこのボールが熊本に渡ってしまう、そして駒澤のフローター、ウッドベリーバウンズパス、アーロン・ホワイト、ボース&ダンク、ここでプレーをやめます。熊本ボルターズ開幕節のゲーム2からこの第2節連勝を飾りました。この強さは本物です。